ここを開けないといけないわけか。はい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 。じゃあ一回戻らなきゃダメだね、これ。他特にアイテムないよな。ないよな。ああ、地図がある。下水道の地図。オッケー、下水道パートの始まりだ。ここは関係ないから、じゃあ一回戻るか。一回戻るわけではないか。そっかそっか。よし。ここでこれを移動させて渡って、ハンドルとかを取らなあかんからな、そもそも。どっちもリロードする弾がない。金庫がある。エグゼット、出口がある。出口は開く。でさらに下に行けるんやけど、はい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 、ここさっきのなんか G っぽいやつ戦ったとこやんな。ちょっと待ってな、いろいろ行くところあるな。進むべき方向が多い。青のハーブがそこにあんのか。よし。赤ハーブはとりあえず置いておこう。あ、ハンドルっぽいものゲット。 T 字ハンドルみたいな。あ、 T 字バルブハンドル。ぬぬ。ケーブルカーへの乗車にはリストタグが必要です。あー、つまりエイダ連れてこないとダメだな。なんなのこのパリンパリンいう音は。電気の音か。納品書。ご注文いただきました以下の商品を指定の場所に搬入しました。耐熱金庫 ×1、会場番号は金庫側面にチョークで記載しました。実際にご使用になる前に消去をお願いいたします。はい。ってことはそこにある金庫開けようか。まあ多分あのゾンビが起き上がってくると思うから撃退しましょう。ハンドガンの弾はね、結構貴重っちゃ貴重やから。いやでもショットガンの弾の方が貴重か。2128、2、オッケー。開いた。おお、これはショットガンのストックや。来たぜ。これで完全なカスタムショットガンの出来上がりよ。12ゲージ装弾を、8発送信できるポンプアクション式ショットガン。頑丈なスチール製の機関部を備え、操作性の高さや堅牢さから広く普及している。やったぜ、ゲットだぜ。よし。あそこの赤ハーブと今のブルーハーブちょっと合わせよう。やばい場面になったらちょっと使おう、合成したやつを。ナイフ2つも持ってんねんな。か、ナイフ2つもいらん気がするな。ちょっとすげえ安全性を重視してるからアイテム欄圧迫されてるんですけど、やっぱ初見はそうなるよね。
わー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 、そんなに手を伸ばしてどうした。この野郎、ナイフ使いたいからな。あーもう弾がねえよ、くっそ避けきれないよね。右側行こう。ここ開けられるっぽいな。あ、ハーブがある。ハーブ今いらねえ。ハーブは今いらない。よし、ここのハンドルを、ここが開くやろ。で、ここが開いたら、このハンドル差し込み口に、ハンドルを差し込みに行けるようになる。あいつ出てこへん。出てきた！ヒエア！本物の待ってやった待ってー！ヒエー！よしよし、開いてくれ。くそ、出てくんのかよ、こいつ。こいつに弾を使っている場合じゃないんですけど。あ、ショットガン弾。上に上がれます。さようなら。あら、死体が。よし、これで立てなくなったら。OK。サイドパック。いっぱいゲットできんねんな、サイドパックって。思いのほか。フィルム。フィルム？どこでフィルム見んの？ハンドガンの弾いただき。ここは？ああ、はい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 、プラグが刺さってたところや。っていうことは、ここのプラグを取ってですね、そうやね、ここのプラグ取れるよね。取って戻ろう。待てよ。ここ。まあ、いや、一回戻ろう。あいつおるけどどうしよっかな。どう処理しよう。そこにおるの大変に邪魔ですね。すげえ邪魔や、お前。めちゃくちゃ邪魔やねんけど、これ倒した方がいいかな。ちょっと破片手榴弾で。おい。ちょ、潜ってったな。なんだよ、まだそこにいたのかよ。おい、来てる？生きてる？まだいるだろ、そこ。おい、
倒した。こちらもないな。オッケー。こいつは死んでると見た。はいはい、ここでハンドル使おう。はい、ギギ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 ッと開いて、よし。なんか武器不気味やな。何ここ、この入り、それは一体何ですか、何の臓物ですか。それなんか生きてるな、あれ、あれ絶対動くわ。あ、出た、この鍵欲しかった。調べる。下水道の鍵、これ全部使えるんやろ。だからこの上とかの鍵のかかった扉は全部開けられるようになったはず。この上は、あ、はい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 、こっち側に繋がんのか。じゃあね、一旦ここの下に、この下降りる前に、ちょっと降りたら結構やばそうなんで、一回ね、戻って、今の反対側行こう。ハンドルはめれるところの。反対側に向かっていきたい。さすがにもうあいつ出てこんやろ。これでもう一回くらいこのバリモン出てきたら。進むな。トリッカーとか出てこへんよな。さすがにここで出てきたらいろいろやばいんやけど。ガンパウダーは、リロード。この厳重に締め切られている、あ、違うか、押す感じか。はんぬはんぬ。あ、これなんだ。ジャズフェスティバルのチラシ。なんだこれ。S と Z と F に丸が付けられている。SZF。どっかにあったっけ。これか。これのことか。ダイヤル上の。どっちみちプラグ差し込みに行かないといけないから、そこ戻るから、いいか。これ乗るとどこに行く？ん？ここ一体どこだ？マグナムの弾？地下階段？あ？はい。開けて、ん？あ、え？あ、めっちゃ戻ってきたやん。へえ。はい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 。初めてGの化け物と戦ったところやんな、これ。うわ、めちゃめちゃ戻ってきた。へえ。じゃあ警察署また戻ろうと思ったら戻れるんや。今戻らんけどさ、ハートの鍵ないと結局戻ったところで意味ないからな。
じゃあ一旦ここにルークプラグ差し込んで、よし、これで立てへんやろお前。あ、OK。で、ここや。ガチャリ。もういらんな、これ。捨てて。おー。おー、アイテムがいっぱい。ガンパウダーやけど。いっぱいっつっても2つか。ほんで。ここから。はい、ウォータースライダー。ん？あれ？ウォータースライダーしてよかった今。え？あれ？これはどこにつながっているんじゃ？間違えましたね、私。完全に間違えました。失礼しました。完全に間違えてしまいましたね。こっちじゃないかな。こっちだな。そう。そこの先や。もう行ってば、もう。もう行ってばよ。行ってば。ほんまそういうの行ってば。あ、ちくしょう。ちょっと待って、ちょっと待って。ね。これを使って。もうこのナイフいらなーい。やめてくれって。ああ、ああ、よし、よし、 OK だ。登ってこれんのかな。登っては来れないのかな。まだハンドル使うところある？まだあるんか。じゃあねー。よし。さあ、ここ戻ってきたよ。マグナムの弾はまだあるから、ショットガンの弾を作っときましょう。ほんで、フィルムはいいとしてさ。さあ、ここ降りるか。あの化け物が出てきそうやけどな。このゾンビどがもう起き上がる。なんだーい。何が起きた。ナイフまだあるよな。うわ、もう中を食い破られてる。最悪の光景だ。そうだな、ほんと最悪の光景だわ。もうこういう入り組んだ地形は絶対にボスらしきやつが出てくる。うーん、いますねー、いますねー。さて、どうしたものか。あ、くそ、やつの目を撃ち抜いてやる。あ、これはまずい。も戻れない。あ、避けた。ナイス避け。
ちょっと待て。オッケー。一回無視するか。一回無視してももう一体くらい出てきそうな気するけど、ここは一か八か。先に進むしかねえ。はめー。うわっ。やべえやべえ、何体出てくるんだよここ。ひえー、よし、もうこっち来たらもうこっちのもんよ。こっち来たらこっちのもんよ。頭悪いな言い方が頭悪い。あ、くそ、弾がもったいないけど、やっとくか。ラクーン君は確実に仕留めていかなければならない。ここは、あ、ちょっと待って、赤ハーブが気づかねえよ。こんなん気づかんわ。え間違えた。緑緑青とかできるの知らなかったですね。こういうのってじゃあできんの？無理か。へえ、そうなんや。緑ハーブ2つ分と解毒作用があるってことか。へえ、なるほどな。ん、キングプラグ、ちょっと待ってよ。あそこになんか魅力的な武器が置いてあるんだけど、あれなんか電気ショック与えるやつじゃない？クイーンがある。クイーンか。これどっかなんか出てきそうやねんな。じゃあまあこれは組み合わせでつけたり外したりして道を開いていくパターンか。よし、最終的には全部取っていかないといけないよね。クイーンプラグでね、僕は見逃してないからね。そこの上におるやつが多分ここ通るときにふわって落ちてくるはず。絶対せよ。降りてこなかった。深読みしすぎた。キングのプラグ自体そもそも持ってないんですけどね。あ、今か。取っちゃおう。で、調べる。キング、これがキングね。ちょっと待てよ。一回はめて、かけて、ちょっとあのゾンビだけやっつけときたいな。おい、てめえ。だからなんで生きてんだよ、お前。よくわからん。よくわからんぞ。なんだこの野郎。まあでもこの這いつくばり状態やったら大丈夫か。じゃあね、これを取って飛び降りてと。危ねえ。そしてで、ここにキングはめて、これ取る。化学燃料火炎放射器、あ、火炎放射器か。 R2 をしている間炎を放射する。ターゲットに炎を当て続けることでより大きく炎上させることができる。あー、なるほど。ここ開けて、立ち上がっちゃったやつ、ちょっと使う。
ワニ結構弾減るな。やめろ。これクイーンか。ちょっと待って、なんか今すげえ頭が悪くなってる自分の。あ、はい、もう分かった。普通に考え、全然考えたら分かるな。ここの扉を使うもんやと僕は今思ってたからね。こうか。はい、オッケーオッケー、こういうことね。オッケーです。え、ここに戻るの、これもしかしてあの道を。プラグ全部ゲットしたけど、もしかしてだけど、この道戻らないといけないんじゃないの。これはね、どうしたものか。火炎放射器で一気にひるませるべきか。こっちから行けんのか。ベッテペッセツイー、アウチ。ちょっと待て、これ使うぞ。どけどけ、このどけ。防御力を上げていく。やはりな、出てくると思ったぜ。あはははは、ほらまずいです。これナイフなかったら終わりじゃね。いてて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 て。くそ。毒っちゃったかな。コーションか。ふう。ほいで。一回戻ろう。内側に戻ってハーブ取って、また引き返そう。絶対来ると思った。くっそ、こいつ。あー、ちくしょう。こんやろ。他なんか未探索んとこってない？ない？プラグを差し込む場所はここで、ルークプラグを持ってないから取りに行かなあかんやろ。だから、よし、これ取った。防御力が上がってるとはいえ、普通に先ゾンビに組みつかれた時デンジャーになったな。まあそれだけ体力減ってたってことが。そういえばさ、ここってどうやって戻るんや。
はい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 、ちょっと待って、ごめんね、すっげえいろいろごちゃごちゃして動き回ってるけど、ちょっと待ってね、あのダイヤル式のナンバーっていうかアルファベットのやつちょっと開けに行きたいからさ、ちょっと待ってくださいね。ここやここや、これね、 SZF やったっけ、開けた。あーでもマグナム弾これはいいな。ここ飛び降りたらどこ行くんやったっけ。オッケー、帰ってきた。あー大変、ちょっと待って先にここのやつだけ開けておこう。これ何やったっけ、ビショッププラグ、ビショップとクイーンは隣じゃないってことはここにルーク、でクイーンとルークは向かい合っていた。クイーンで、キング?オッケー、はいだー、すげえ全自動。エイダ、あともう少し、開くとこまで全自動。さあじゃあ一回ここでセーブして終わりましょう。いやー大変やな。フィルムは置いていこう。ハンドルはまだ使いそうっちゃ使いそうやからな。レッドハーブ、よし、じゃあセーブします。お疲れ様でした。いやー大変大変や。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、じゃあねー。